漫画でっちょんな。どもども、中年ゲーマーよろさんです。12月7日木曜日、本日お昼の12時に次のイベントのお話がやってまいりましたね。ということで明日からは5周年イベントの第2弾、決戦、七英雄が開催。そしてバナーを見たらわかるように今回は最終皇帝男女の新スタイルが登場みたいですな。確か去年もメインストーリー更新からの最終皇帝男女のダブルガチャでございましたね。そしてメインストーリーでは皆様大好きうまみじじいことハーディが初登場だったかと。あれからメインリアム編が3ヶ月ちょっとでクライマックスを迎えるとは思ってもみませんでしたな。さてさてそんな感じで明日から始まります5周年イベントの第2弾。はてさていかがなもんでございましょ。今回もしっかりバッチリ雑談を交えながらチェックしていきますので、お知らせ読むのめんどくせえという方もラジオ感覚で聞き流していただければこれ幸いでございます。それでは長話もなんですのでそろそろ参りましょう。祝、5周年記念第2弾、決戦、七英雄、お知らせ確認雑談動画、行くぞー。まずはログインボーナスのお話から。期間中1日ログインすることで SSS 体験武器のソルクレイモアとルナクレイモアをプレゼント。開催期間は無期限ということで今後新規で始められる方や復帰される方もログインするだけでゲットできる神仕様でございますな。両方とも体験ということは最終皇帝男は今回は槍ではなく体験で復活するということでございましょうな。そしてログインボーナス2つ目。期間中最大5日間ログインすることでゴルピ600枚、新スタイルの専用ゴルピをそれぞれ25枚ずつ、他には遠征チケットに自動再戦チケット、音符メダルにスタ在賞などをプレゼント。開催期間は来年1月4日4時まで。はい、新スタイルのピースが6種類ということで今回もめでたくダブルガチャでございます。そして今回のログインボーナスでも自動再戦チケットを5000枚入手可能。記憶再生のおかげで周回がアホほど楽になりましたが、すっかりロマサガ RS も放置ゲーになってしまいましたな。まあ自動再生が実装された時点でもうそんな感じでございましたけど、実装当時は貴重だった自動再生チケットもこれからはスタ在のようにバンバン配られることになるんでしょうな。で、私最近目が悪くなってきたみたいで確認できてないのかもしれないのですが、このところずっと続いていた新イベントスタート時の3000ジュエルが表記されてないように見えるんですが、あ、多分書き忘れでございましょうな。運営さんもお茶目さんでございますな。もう5周年でめちゃくちゃジュエル配ってるから、今回くらいいいでしょ。なんていう意外とセコい手を使ってるなんてことないですよね。ないですよね。はい、というわけで続きましてガチャのお話。5周年記念、決戦、七英雄。ロマンシングフェス、最終皇帝男編開催ということで、こちらのガチャで登場の新スタイルは最終皇帝男、アザミ、孔明の3名。最終皇帝男は4周年第2弾の槍皇帝以来、忍者は今年5月の佐賀県コラボの扶養以来、軍師は今年1月のメインストーリーでの配布孔明以来となる新 SS スタイルですな。最終皇帝男は佐賀フェス以来の体験スタイルで久々登場。忍者と軍師はこれまでと変わらずでございます。アザミはリリース初期に高難度攻略で大変お世話になりましたし、孔明も初期にボーラーとして周回引率役で大変お世話になりましたが、果たして新スタイル登場でどのように活躍してくれるのか大変楽しみでございます。そして今回のガチャ、これだけではございません。5周年記念、決戦、七英雄、ロマンシングフェス、最終皇帝女編開催ということで、こちらのガチャでの新スタイルは最終皇帝女、ハンニバル、ゲオルグの3名。最終皇帝女は今年の佐賀県コラボ以来、インペリアルガード男は今年の旧正月のエパミノンダス以来、ホーリーオーダー男も今年の旧正月のクリストフ以来でございますな。最終皇帝女のスタイルはこれまで数多く実装されておりますが、髪をアップしているスタイルばかりでしたので原作通りで登場するのは、1周年前夜祭の V ラインインパクトなプラゲンスタイル以来じゃないですかね。こちらのガチャはこれまでと武器しか変わらずで実装でございます。ハンニバルはスプリングサーカスで実装されてからは突単体アタッカーとして大活躍。
ゲオルグはスクラムガードを所持している耐久力高めのヒーラーとして高難度で活躍してくれましたかね。インフレが加速的に進んでいる昨今、これらのスタイルがどのように活躍してくれるのか楽しみにしておきましょう。続きまして今回追加の連達スキルのお話。明日12月8日12時より新しく連達が追加されますのは攻守合一とグリッターシェル。攻守合一はプラゲンミルザが所持している BP6 で使える A 威力残単体攻撃。自身にガードアップ中を2ターン付与のおまけ付きの権利。権利ということですのでゲオルグが所持して登場でございますかね。グリッターシェルは魔王騎聖王様などが所持している BP0 で使える E 威力突単体攻撃。自身にガードアップ賞を2ターン付与のおまけ付きの槍技。槍技ですのでハンニバルが所持して登場でございましょうな。どちらも攻撃しながらガードアップを自身に付与する技でございますが、ガードアップの部分に何かテコ入れしてくるか、他の効果が追加されるといった感じでしょうかね。続きまして明日から始まるイベントステージのお話と行きたいところなんですが、今回はそこら辺の追加はナッシング。まあまだレイドバトルも開催されておりませんし、現在開催中の制圧戦を頑張って進めてくださいねといった感じでございましょうな。というわけで育成応援キャンペーンのお話。今回の新ガチャのピックアップスタイルは12月15日12時までの期間中、制圧戦にて全ステ5倍に技ランクアップ5倍の育成ボーナス。来年1月4日4時までの期間中、フリークエストにて全ステ5倍に技ランクアップ5倍の育成ボーナス。探索応援キャンペーンのお話。今回の新ガチャのピックアップスタイルは12月15日12時まで制圧戦にてアイテムドロップ枠追加ボーナス。来年1月4日4時までの期間中フリークエストの経験値ボーナス対象。超進化武器ラインナップ追加のお話。12月8日12時から超進化対象武器に SS 光杖武器の画用線が追加。ロマンシングショップに着せ替え衣装のワラスボ先生が追加。コンサートホールに BGM が追加。電極ロマサガ2のラストバトルですねー。ホーム画面の BGM とローディングイラストが12月15日12時まで変更。5周年イベントの第3弾は12月15日からということですな。一応12月15日は魔界闘士サガの発売日、14日は秘宝伝説、13日は時空の覇者の発売日なんですけど、今年はロマサガ2イベントで闘士そうなんで多分 GB サガの新スタイル追加は期待できないんでしょうな。続きまして12月10日のキャンペーン。12月10日はロマサガ2の発売日、今年で30歳のお誕生日を迎えることとなりました。それを記念して1000ジュエルをログインボーナスでプレゼント。ロマサガ3の発売日当日には記念ジュエルはありませんでしたが、さすがに今回はしっかり配ってくれるみたいですな。で、第2弾ログボの3000ジュエルはどこですか？そして今回初ですかね？こういう書き方をされるお知らせは、12月11日の月曜日から新しいキャンペーンを開催。わざわざ発表を渋ってはおりますが、おそらく今回の制圧戦のレイドバトルであろう合体式英雄が超高難度かつ超長時間クエストとして実装されるってことじゃないですかね。まだ確定したわけではないですが、流れを考えたらそうなるんじゃないですかね。とりあえず追撃を祈り、デバフ運ゲーにならないことを切に願います。そして最後に今後の超進化武器ラインナップ追加のお話。今後ラインナップに追加の武器は非術的性の弓と非闇の杖とのこと。過術的性の弓となると真っ先に思いつくのはオルレットですかね。水着スタイルが棍棒で登場しておりましたが、また弓で実装されるという可能性もあり得る。もしくは他に過術使いそうな弓キャラがいるんですかね。他の候補ご存知の方いらっしゃいましたら教えてプリーズ。SS 非闇の杖は去年のサガ魂1周年で実装された赤魔同士と同時に実装された武器のみでしたかね。ってことはクリスマス仕様のミニオンが登場するんですかね。なんか全然想像できないんですが、まあ非闇の杖はジュディ用に実装してくれないかなと思っていましたので、個人的には大変ありがたやでございます。以上。本日のお知らせ確認雑談動画でございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。